就活の悩みを持ってきていただいたので、早速お願いします。練習回数も少ないっていうのもあるんですけど、口からだったり自己 PR っていうのがうまく全然できてないなっていうのが悩みです。うまくできてないっていうのはエピソードが弱いのか、伝え方がまだなのか、どっちなんですか？どっちもあるとは思うんですけれども、伝え方っていう部分がもったいないのかなっていうふうには感じていました。もう少しいろんな人に意見を聞いた方がもっと伝え方っていうのを変えられていけるかなっていうふうには思います。なるほど。じゃあ、ガクチカを簡単にお話しいただいて、南さんからフィードバックいただいてみます。わかりました。じゃあ、ガクチカお願いします。私は島のクロマグロを食べ続けたいっていうことで、長崎県の島市での地方創生っていうのに力を入れてきました。実は私は2年間で4回ほど訪れさせていただいたんですけれども、その中でもマグロの漁獲量が減少していることに目をつけて、実は2007年で6万トン取れていたのが2019年だとその6分の1の1万トン少ない数になってしまったので、そういうところに何か提案できたらいいなと思いで地方創生に行きました。そこで学生の5人だったり、その島の人と交流をしていく中で、最初は初めて来た若者になかなか生の声というのを聞くことができなかったんですけれども、コミュニケーションだったり実際に漁師さんの船に乗せてもお願いして、生の人の声を聞いた上で実際に漁師さんの見える化だったりを分かることによって、消費者とかにインパクトを与えて、その負の循環じゃなくてどんどん正の循環できちんとマグロが食べ続けられるようにっていうことを力を入れて取り組んできました。はい、ありがとうございます。結論から言うと、マルコバツも捨てられません。大抵の、そもそもクロマグロの問題って日本国全部が抱える問題で、もちろんとんでもなく大きな問題なんですね。だから分かりやすく言うと、地球の温暖化を止めたいですって言ってるのと一緒で、温暖化は確かに止めた方がいいんだけど、就職活動という場においては採用するかって言われたら難しくない？これ自己 PR も含めて、なんか自分自身っていうのはどうしたかっていうのが伝わっても、そう取りたいなと思う人材とは分かる。その通り、その理解正解です。で、逆にさ、この学地下で今まで面接してきたってこと、インターンとか？そうですね、そういうことを伝えてはきました。で、受かったの？どうなの？これは面接20回やったって言ったんですけど、まあ、10社ぐらいは通ってしまって、まあ、インターンとかも20社ぐらいは参加はしたりしました。それ倍率が低い可能性ない？それはあると。ですよね。これ倍率高いインターだと、ほとんどに理由はもうご自身で分かってる通り、自己紹介にはなってるけど、自分の武器の話にはなってないから、対応するメリットってのはない。はい。なるほど。もっと自分の武器をしっかり見つけて、それを提案できるようなエピソードにしていかないと。自分一人がって話じゃなくて、はい、このクロマグロの問題を解決するために、仲間をどういう方向で巻き込んで、どういうふうにモチベーションアップさせて、組織としてどういう成果を成し遂げたかっていう話が必要なんですね。はい。それがないから、じゃあ採用する意味って何だっけみたいなっていうことが分かんないんですよ。で、学生5人とかと島に取り組んだので、そういったところをフォーカスして、もっと自分がチームの中でどういう行動をしたのかっていうのが伝われば少しはマシになる。だけど2年間で4回でしょ。1回あたり何泊？1週間。1週間でしょ。2年間で4週間で多いですか少ないですか？わ、少ない。少ないでしょ、圧倒的に。だから長崎大学の人がこれを言うならまだ説得力あるの、うん、東京の人がこれ言ってもちょろっと言ってちょろっとやっただけでしょってなっちゃう。残りの1年11ヶ月は何してたんですかってなっちゃう。遊んでたんですかってなっちゃう。だから危険だよ、そもそもこのテーマを取り上げるのは。私の大学生活的に一つの長期のことやるってことはあんまり正直なくて、留学とかだったり地方に行ったりだとか短くやってきてしまったっていうのがあるので、それをどう伝えたらいいのかっていうのは自分の中で難しいところはあるんです。で、期間に限らず自分が一番辛かったエピソードなんですか？辛かったけど逃げなかったっていうエピソード。この留学か。はい。留学の話した方がいいんじゃないじゃん。それで一貫したらいいんじゃない。ああ、でもなんか何か成し遂げた感ないけどね。そうですね。日本の9割以上がやっぱそんな継続してやったこともないし、多分辛かった経験も大学でないんですよ。だからそういう人か、まさになんとなく就職活動してなんとなく入った会社で5年ぐらい働いて、このままでいいんだっけって27、8、9歳で悩むんじゃん。じゃあ大学3年で就活今からやらなきゃなっていう人が、これから本気で頑張ったことでもいいんですか？いやまあ大学1、2年生とかは今から本気で頑張ることをやって、ね、はい、本気で頑張ってください。はい。今何にもない3年生でしょ、うん、いやでももうぶっちゃけると今から作ってもう遅くて、はい、相対論でこの3年間の中で一番辛かったことは何かっていうのを探した方がいい。今から作るのはもう遅い。てかそもそもさ、ドイツ今好きですか？は好きです。もうドイツ企業に就職したらいいんじゃない？日本企業いいよ。もだって日本企業よりも多分ドイツ文化の方が楽しいんじゃない？なんかいっぱいあるじゃんドイツ企業って。車関連とか機械関連、モーター関連とか。ドイツ企業受けたら？なんかドイツ企業に入るよりも日本企業に入るのが簡単なのかなっていうふうに感じてしまって。簡単なことに価値はありますか？まあ、はい。そもそも伝える相手をミスってる。日本企業じゃないんじゃないっていう。
ぶっちゃけさ、就活どうのこうのっていうか、丸丸3年間大学生だったわけじゃん。丸丸3年間の中で一番のエピソードがドイツでしょ。ってことはドイツに関する自分の興味関心とか趣味思考とか全部そこに集まってるんじゃないかなと思って、だったらドイツの全部にしちゃおうってっていう、だってその価値観なんじゃない、だから日本じゃないんじゃない、そもそもっていう。そうかもしれないですね。私自身が他になんかいろいろやってきたことが何かなって考えたときに、じゃあドイツから帰国した後にフードロスとかのなんかインターンとかちょっとやったりとか、中国語学習するサークルとかに入ったりとか、さまざまな活動をしてきたので、正直まだドイツに全部覚悟はできてないのかなっていう気はあります。正直口会とか少しでもドイツとか入ってた方が人事の人とか見てくれるのかなって。いやもう相手とか関係ないから、それは自分の人生なんて、人にごまするのとかやめた方がいい、ごまするのやめた上で、自分が本当に挫折して辛かったけど逃げなかったエピソードって何？ドイツ以外でゼミのディベートの活動結構辛かったのかなっていうふうに思っていて、私自身広島にインターン行って、結構リモートでいろんなこと抱えながらも、学業で毎晩3時間ぐらいミーティングずっとしたり、個人作業したりとか、時間的な忙しさもあったし、できる人もいれば大会の人もいるチームだったので、結構いろんな人がいる中で、私自身っていうのは柔軟に対応していかなきゃいけないなっていうのが辛かったのかなっていうふうに思ってます。それってチームに分かれて対戦するの？そうです。4チームに分かれて、1チーム4人ぐらいで。じゃあ4人の中のリーダーって感じですね。まあ副リーダーみたいな感じ。4人の中のリーダー。まあでも4人という組織をどう持ち上げるかっていうのを頑張ったことだよね。そうですね。それが辛かったのはそれの話した方がいいと思うよね。でもまあ別に何をやったかじゃなくて、人の心をどう動かしたのかって話だから、はい、どういうコミュニケーションを取って、どういう挫折があったけど、どういう工夫をして、どういう成果が出て、で、さらに次に成果を出すには、こういう声、こういうアクションをした方がいいなって考えてますみたいな、っていう話ができればいいから、変に人事に受けるかなと思って、留学の話をするよりも、本当に自分が辛かった話をした方がいいと思う。人の目とか気にして生きてると辛いよ、人生、うん、だから本当に自分が時間というものをどこにつぎ込んできたのかっていうのを思い返してみて、それを本気で伝えた方がいいし、それでダメだったならさよならすればいいだけじゃなくて、それくらい強気で生きた方がいいよ。はい、うん、ありがとうございます。はい、志望した理由をじゃあ教えてください。はい、私の結論から言うと、銀行はやめた方がいいです。もうね、古いんですよ、全部化石なんですよ。20代この春になったらやっぱり違うなってなりやすい。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。